はい、今回ですね、こちらになりますね。127のメルセデス・ベンツの4850、240型シュナベール式トレーラーというものですね。では、こちらの方をご紹介いたしますと、今ちょっと袋から開けた状態ですと、まあ、こんな風な、感じになります。ちょっと作りがですね、これチャッチーっていうか作りが、なんかこう、なんか100円のね、ダイソーに売ってるような作りですね。ちょっとこう、と思ったんですがね、今箱から出して、と思ったんですが、まあ、他にもね、動画で出されてる方も見たんですが、そういうところがね、今のトミカの残念なところですね。作り方がこれ100円のダイソーですかっていうくらいのね、ザ・ダイソーじゃないですけども、本当にもう、ザ・100円みたいな感じの作り方なんで、プラスチックでね。これはいかんだろうと、私はさすがにちょっと思うんですよね。やっぱりそれを、やっぱりトミカ、ロングトミカってやっぱり、1000円近くする品物ですから、まあ1000円近くね、払って、このプラスチックみたいな出来はなんじゃって。いうところがあってね。で、サイズもなんか前に比べてちっちゃくなったような気がしますね。他のロングトミカってのはもっとサイズ感も大きかったですし、作りもこんな新着な作りじゃなかったんですが、これで1000円取んのかっていうのはちょっとね、正直これは感心できないなと思いますね。で、まあそれこそ開けて手にしてみないとわかんないっていうところの部分なんですけども、まあこれは多分おそらくはあんまり長くは続かないでしょうね。この写真については時期なんかの廃盤になって入れ替わってしまうんじゃないかなとは思うんですが、あんまり作りがね、ちょっと開けてびっくり、玉手箱じゃないですけど、開けてびっくりですね、本当にね。この作りのチャッチさは何だっていう、本当にもう、まあびっくりしてるのが現状ですよね。まあこんなに前もねやっぱりこういうような似たようなものがあったんですけど、これは、そんなにこんなに作りはチャッチっぽくなかったですね。ちゃんとにそのよく金属みたいなので出てきていて、でどっしりとこう重たさがあって、上でその冷たさがあってよくできていたんですが、これは完全にまずいですよね。もう100円ショップで売ってるリサイクルショップ、100円ショップじゃない、リサイクルじゃない、100円ショップで売ってるおもちゃとそんなさほど変わんないよみたいな、これで1000円取んのみたいな、いやこれで1000円取るんだったら100円の方がいいんじゃねみたいな感じの作りですね。でこういうシールとかはね、こういう風になるんですが、さてまあこれのまあ説明に行きたいと思いますけどね。メルセデス・ベンツ4850の240型シュベル式トレーラーといいまして、これはトミカのモデルとなった車両は日本通運が開発した大型変圧器輸送専用の車両ですと。で、シュナベール、ドイツ語ではくちばしの意味式と呼ばれ、ドイツで開発され発展した方式ですと。で、ドイツで開発され発展した方式です。で、シュナベール式とは、貨物を前後から挟み込み、この貨物は挟み込む車体部分をシュナベールと言いますと。で、貨物も含め車体の一部として運搬します。ということなんですね。まさかのメルセデス・ベンツもびっくりですよ。まさかこんなに安っぽいとはと思わなかったんですが、ちょっと触った感じでチャカ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 なってね。これでは、まあドライブタウンというのがね、これ大きいのであります、これとは違うやつでありますけども、ドライブタウンよりチャッチーな、みたいな。これって100円と出してる、ミニカーとさほど変わんねえんじゃねえか、みたいな。この作りってのは感心できませんな、これは何なんだかね、これは。1000円近くするんですよ、ロングトミカって何回も申しますが。1000円近くのお金を払ってですね、このチャッチさってのはね、これはちょっと迫力に欠けるわな。やはりちゃんとそれを作っていただきたいね。金属で、作っていただいて、そしてこの持った時のどっしりとした冷たさがある。
そしてその中に重さがちゃんと加わっている。それがトミカなんですよ。ところがこれはなんじゃいと、安っぽくて借金しろプレーできたミニカーですみたいな、こんなのに税もかけんのか、かけんのかいと。これは私はおすすめできませんね。ですからこれ時期廃盤になるかと思いますよ、これは。こういうのを作っちゃいけませんね。これは、まあ、メルセデス・ベンツの4850の中ベール式トレーラーは別に作るのはいいんですよ。作るのはいいんですが、作るんであって、それでお客様から1000円もいただくんですから。そしたらちゃんとした、こんなチャッチ作りじゃなくて、ちゃんとした金属かなんかで作ってくださいと。もうそこはこう言いますね。なぜ金属で作らないと。なぜ持った時でその冷たさとか重さっていうのを感じるようなものを、ものの素材で作らないんだと。いうね。そこに私は思いますよ。これこそ長年トミカというものを所有してきたからこそ、ある意味言える。このチャッチさは何だと。いう感じで、非常に、これに関しては、まあ、がっかりいたしました。ただ、まあ、こういう、ベンツのこういうデザインとしてはいいですよ。重機としてはね。ただ、こういう重機を選んだならば、なぜこれだけこんなにコストを安くするような、こういう、腹立たしい構造をするのかなと思います。これは許せないですよ。なんていうんですかね。もうちょっとこれはね、まあ、これは時期廃盤なのかと思うんですが、これはね、あんまり関心ができるものではない。だから皆様におすすめできるというもののおもちゃでは、これはな、もうおすすめもできないな、これはね。うん、重機なんだからさ、もうちょっと重たいものを、ずっしりとくる重たさを、作ってほしいなと思います。で、サイズが小さ。これ、ベンツってこんなちっちゃくい車じゃないんですよ。ベンツってのはもっと風格があって、もっと重さがあるものなんですが、これは残念ながら小さいですねっていう。もうね、こういう車になるってのは残念でなりませんね。というわけでどうもありがとうございました。